ユネスコ無形文化遺産登録に向けて群馬の温泉を楽しむぞ。おお。私どもの、その温泉は、いわゆる高専温泉っていう温度の低い温泉であったためにですね、はい、そこにあるのは分かっていても誰も利用できなかったっていう、はい、まあ、そういうその歴史があるんですね。一番最初は、はい、この辺 の、 その野生動物の、はい、まあ、鹿とかイノシシとかそういった野生動物が、はい、ミネラルの補給のためになるほど、その出てる温泉をその定期的に飲んでたと。あ、じゃあ動物が教えてくれたってことですか。そうそうそう、なるほど。それがこの清流荘として、温泉旅館として使うようになったっていうのが、ここ50年間。なるほど。そのくらいですかね。はい、まあ、ご覧のようなこの山の中のね、はい、里山の自然の中にこう、存在してますんでね。うん、まあ、敷地が広いってことですかね。はい、裏の方の山から、この見える方の川を挟んで、道の上の方まで、はい、うちの敷地で、あとはこの建物の形ですね、はい、箱型の、はい、ホテルのようなね、はい、このコンクリートというかあってこう、はい、作っちゃうんでなくて、現代的にそういうのじゃなく、こういう広いこう敷地を、まあ、生かして、はい、花火を点在させるっていう、まあ、山の中にふさわしいような、はい、まあ、それがスタイルであろうと。なるほど。いうことで、わずかに聞こえるんですけど、この池のね、川のせせらぎみたいなのが本当に静かだから、我々がこんなうるさく喋んなきゃ、うん、本当に自然の音が自然に感じられるっていうね、そういうことですもんね。はい、まあ、その中にだからこう日本庭園があったりとかですね、あとはその離れが7つですか、はい、うん、ある程度の距離を取ってですね、はい、ずっと点在するっていうような、結構珍しいですね、これなんか独立した部屋みたいな、ね、なんか部屋もそれぞれ名前ついてみたいな、はい、ね、ね、すごい贅沢っていうか、やっぱりこの山の中のこの、イメージに合わせるっていうと、うんうん、まあ、自然と、まあ、そんな感じに、まさに秘湯なんですね。まさに秘湯といったところですから、はい、本当の意味での秘湯ですね。でもその割には結構南国との分かれ目とかでかい看板です。あの看板はあれぐらいはいい。あの看板はもうあの南国村の本面行くときに絶対見てて、あ、ここのことだったんだ今日行くのって思って、それで来ましたから。だからこうね、山の中だから、その、うん、分からないっていう道に迷っちゃうお客さんが結構多かったんですよ、うん、なるほど。カナビが、まあ、普及する前はですね、うん、やっぱりね、あっちこっち迷っちゃって、ここに来られないっていうので、ギリ看板のバランスですね、看板だけはもう現代的で、あの看板までが、まあ、都会の喧騒ですね、そういう意味で言うとね、看板超えたら、確かにちょっと下ってくるとき、道が細すぎて不安になりますもんね、確かに確かに、合ってるかどうかって。で、あそこに、あ、この先だよっていう看板があるだけで、その安心感があります。お客さんにも言われるんですけど、こんな、その細いとこ入ってきて、こんな山の中に旅館があるんかっていう心配になるっていう。なるほど。で、対向性が来たらすれ違いどうみたいになるかっていう。対向車来るなと思いながらやっぱ走りますもんね。だからそういうところだからこそ秘湯なんですよっていう、まあ、そういう説明なんですけども。なるほど。その温泉だけでなくて、その周りを取り巻くその、文化とか、はい、そういった広い意味での、うん、温泉の価値っていうもの、そういったものをやっぱりその世界に伝えていく、うん、次の世代に、継承していくっていう、はい、